ディストーションはベビーメタルの配信シングル及び LB。2018年に BMD FOX レコーズから発売された。アルバムバージョンに参加したアーチエネミーのアリッサホワイトグラズ。当楽曲はアメリカとヨーロッパを回るベビーメタルワールドツアー2018の開始直前となる2018年5月8日0時に iTunes ストア、Apple Music、 Spotify などの配信サイトでリリースされた。同年11月23日には同曲のスタジオ音源とダウンロードフェスティバル2018でのライブ音源の2曲を収めた12インチアナログ版がアメリカで開催されるレコードストアデイに合わせて日本、アメリカ、ヨーロッパ各国でリリース。このうち日本版は限定ジャケット仕様のジャパンリミテッドエディションとなっている。 なお、2019年10月11日に発売された、サードアルバム、メタルギャラクシーには、フィーチャリングゲストとして、アーチエネミーのボーカリストであるアリッサ・ホワイトグラズが、参加したバージョンが収録されている。エレクトロニコアを基調としたサウンドで、前編にわたってフィーチャーされた、バスドラムの連打や、サビのポップなメロディで歌われる、歪んだ痛み切りつける、汚い世界だった。 偽善者なんて切る捨てちまえよといったシリアスな歌詞が印象的な楽曲になっている。当楽曲のミュージックビデオは安田大地が監督を務めており、楽曲のリリースと同時に公開された。メガボルトが公開される約1ヶ月前のフォックスデーと呼ばれる4月1日にメタルレジスタンス第7章の始まりを告げる動画が公開。 今までとは異なる物語が始まるとアナウンスされ、メガボルトはその世界観を表している。内容は、告知動画では、三つのメタルの魂の物語が光の聖典だったのに対し、七つのメタルの魂の物語が闇の外典として存在し、知られなかった光と闇の物語が新たに始まるというものであるが、メガボルトではその七つのメタルの魂の物語を、 ある一つの姿として描いており、ディストピア感に満ちた世界や、ダークなスーパーヒーローのような7人が表現された映像になっている。2018年9月29日には、同年6月に出演した、イギリス、ダウンロードフェスティバル2018でのライブの模様を収めた、ライブメガボルトが公開された。ライブでは2018年に開催された、 ベビーメタルワールドツアー2018における初日、アメリカミズーリ州カンザスシティでのアップタウンシアター公演で初披露された。ありがとうございます。